今回はジオポリティカルシミュレーター4続きをプレイしていきたいと思います。で、前回までですね、ちょっと手探りでプレイをしている中で、今後どういうコンセプトというかね、方向性でプレイしていくかっていうのを検討するための時間を少しいただきました。で、結論から言うと、少しありきたりなプレイの内容にはなってしまうかなとは思うんですが、ズバリ軍事独裁政権を目指していきたいなというふうに思っています。軍事政権というだけではなくても独裁政権ですね。ガンダムでいうところのザビ家みたいなところを目指していきたいなというふうに思っています。で、幸いにも今、こちら安倍政権というとちょっと語弊があるかな。このゲーム上での政権はですね、支持率100%と非常に高い支持率になってますんで、この支持率が高い状態を維持しながら、まずは議会制民主主義を廃止して、独裁政権、ここを目指していきたいなと思います。同時にですね、軍事国家って当然お金がめちゃくちゃかかると思うので、経済の方にも力を入れていくと、二兎を追っていこうかなというふうに思っています。では早速プレイの方していきましょう。ですね、特に今後どういうところ力を入れていくかっていうと、まずはね、何といっても内需をしっかりやっていきたいなと思ってまして、財政のところで言うと、国内志向で見ると、今ご覧いただいているのが財政の画面なんですが、化学工業、あとは自動車製造、このあたりがやっぱり日本の強みになってくるかなと思うので、このあたりに力を入れていきたいなというふうに思っています。で、そのためにじゃあ何をするかというところなんですが、まずは工業のところですね。で、しっかりと化学工業と、あとは自動車ですね、このあたりにしっかりプラスに働くようなものを入れていくというのを考えていきたいと思います。で、助成金ですが、500万ドルぐらい入れときますか。500万ドルっていうのは、日本円でいうところの、5億円ですね。5億円投入しましょう。この5億円が正しいのかっていう話もあるんですが。で、あとはですね、分かりやすいところで言うと、運輸系のところかな。自動車道の整備にもうちょっと力を入れましょう。で、道路整備はもうすでにできているので、自動車道の整備と、あとは道路輸送と、あとは空輸もね、しっかりやっていきたいなと思うんで、空輸もバーンと入れましょう。で、逆に水上輸送はあんまり力入れる必要はないかな。こんなところですかね。で、建設の方はインフラでいうと高速道路、ここをもうちょっと労働者数を増やして、建設の距離を一気に増やしましょう。建設距離が20キロとかはっきり言って意味がないんで、数値としては100キロ単位で入れていくような、数字の項目になるかなとは思います。あとは高速鉄道、ここもしっかり、なるほど、高速鉄道の建設か。どうしようかな。今だと、どこまでつながってるかって、旭川までつなげる必要ないよね。となると、東京から札幌までつなげますか。地下鉄とかもいいけどな。
なるほど。水域があって通過できないと、まあ要は青函トンネルの中を通さなきゃいけないってことか。そうすると金がめちゃくちゃかかるんだな。ちょっとじゃあここは一旦やめて、あとは労働のところの見直しをしておきましょう。まずはそうだな、予算で言うと、まあでもここは失業率が今高いかどうかっていうところだよね。失業率はめちゃくちゃ低い状態なんで、だからこれ見ると 1.67% ぐらいですよね。ここに今何かする必要があるかというとあんまり感じないな。じゃあ議会のところを早速テコ入れしていきますか。まず国家から見ていくと、自己決定権に関する国民投票って何？ちょっと確認しておきましょう。自己決定権に関する住民投票を行うことは、人々に自分たちの地域が独立した国家になるべきかどうか。いや、これはあまり意味がないな。要はあれですよね、日本の中でさらに大阪国を建設するみたいな、そういうことですよね。ちょっとこれはやめましょう。なんか目的としているものが全く違う。元首は結局今だと独裁政権に移行したいっていう考えなんで、そうだな、首相指名方法の変更、これは1回投票なのか2回投票なのか、まあ、決選投票なのか、そういうところだよね。首相の任期、まずはこの首相の任期をめちゃくちゃ伸ばしましょう。世論調査を先に見た方がいいか。否定的か。人々の意見は、まあ、ニコちゃんマークがついてるものの、議会は否定的が 69% ってことは否決されるな、このままだと。4年任期だとちょっとでもな、目的としているところが果たせなそうな気がするな。今だと軍事独裁政権を目指そうとしてるわけですよね。そうだな、個人崇拝か。ソ連共産党大会におけるニキータ・フルシチョフによるカルトの行き過ぎに警笛を鳴らしたスターリン批判のスピーチが発端とされていると。おお、なるほど。広場や公園に像を設置、なんかこれもなんかちょっとな、完全に軍事独裁政権を確立した後にやりたいですよね。やるならね。となると内閣でその防衛大臣とかそういうのを、まあ、自分が兼務しちゃうとかっていうのもね、独裁政権に近づけるための策の一つにはなるかなとは思うんですけどね。あとはそうだな、タバコ税とかこの辺りはやりましたよっていう話ですもんね。議会じゃないしね。まあ選挙をしたいわけでもないんですが、まあ、選挙をちょっと見ておきますか。まあ、選挙がこういうのがあります、候補者がいますよとかっていうのがここで出てくるわけだ。なるほど。ってことは、まずはそうは言っても今の状態だと軍事独裁政権にする方法がわからない状態ですね。ただまずはやっぱり任期を延長するところからですよね。任期を、任期を4年から
7年までかな、ちょっと世論調査で7年見てみますか。こんなところでバンバン金使ってるけどね、否定的が 53% か、まあなんとか通せない数字ではないよね。ってことは、まずは任期を6年に設定して勝負をかけましょうか。そうですね。じゃあ時間をちょっと進めていきましょう。で、肝心の軍事のところですね。軍事独裁政権を目指すと言っている以上、軍隊のところをしっかりやっていきましょう。どういうところから勝負をしていくかというと、まず法律制度だよね。ブラックマーケットと接触とかね。動員令、武器禁輸措置、戒厳令、まあこういうところじゃないよね。陸軍の基地、海軍の基地、通信基地、この辺りをちょっと増やしますか。解体数か、解体したいんじゃないからね、今増設したいから、建設の方だね。進行中の建設は何かあるかというと何にもないと。 OK。 そしたら、まず空軍、陸軍、海軍の基地を1個ずつ増やしていきましょう。日本で場所を、金沢に作るか。なんか言われそうな気もするけどね、こんなところに作ってくれるなと。作れるところにもなんか制限がありそうですね。ここに一つ、ちょっと重くなってるかな。で、今陸軍の基地を作ったので、空軍の基地とかも作っておきましょう。あと海軍の基地ね。ちょっとこの金沢、新潟金沢、この辺りを一大軍事基地に知っていきましょうか。で、今空軍の基地作ったので、この後は陸軍の前に通信基地だな。通信基地が一個もないっておかしいでしょ、普通に考えて。完成に半年かかるからバシバシ作っておかないと話にならないよね。で、注意しなきゃいけないのが、やっぱり何はともあれ支持率ですよね。支持率が下がってくるともう何もできなくなるんで、まあ、そうだけはならないようにしましょうと。で、あとはその独裁政権に移行するための方法をちょっと検討しておかないといけないですね。軍はあなたを支持しますということで、軍から軍の指示は取り付けたな。
まあ、これは想定内だよね。で、研究分野でいうと、軍需産業ですね、軍需産業。軍需産業に力を入れていきましょう。そんな項目があるのかって話だけど、お、軍事あるじゃん、軍事。軍事を、とりあえず、こんくらい増やしましょう。まあ、予算が通るかという話はありますけどね、もちろん。さてさて、そうするとやっぱり気になるのが、この軍事独裁政権の移行方法ですよね。新しく首都を選ぶとか、まあ、一切関係ないでしょ。お、谷垣だ、谷垣。谷垣さん、否定的だからね、こっちに対して。やっぱりね、平和主義連盟で、奈良で行われた政府の政策に対するデモ行進に2万1003、え、2万1700人も参加したの。あなたに似せた人形をボコボコにしている様子が見て取れたとって、これ結構過激じゃないか。いや、やはり軍事独裁政権への移行はなかなか容易ではなさそうだな。ただそれでも支持率は100%っていうね。国民は盲目なのか。環境政策は忘れてはいけませんと言ってますね。いや、環境政策ももちろん大事なんだけど、今軍事独裁政権の移行方法がね、模索してるんですよ。ちょっと動きがもっさりしてきてるかな。ん？韓国の何かが接近してきてるぞ。なんだこれは。画面中央。何かが接近してきている。何なんだこれは。領空侵犯なんじゃないですか、これは完全に。ああいうのはね、直ちに迎撃できるような、そういう体制にしましょう。あ、あるじゃん。終身任命ってあるじゃん。執行部の長を候補者に指名する手段を政府の形態を決定します。国民による直接選挙と議会を通した間接選挙はそれぞれ大統領議会制と民主主義国家制にあたります。なるほど。他の選出方法は独裁政権に関連する方法ですと。これは終身任命に変えましょう。強権発動。世論調査をちょっとしときましょうか、世論調査。人々の意見と議会の様子、まあ、立ち位置ですね。否定的が79%。ただ、ちょっと待って、人々の意見はニコちゃんマークがついてるってことは、人々はやっぱりこの支持率が高いからやってくれるわけだな。ってことは、どうすればいいかというと、普通に考えたら一度内閣総辞職して、総選挙に持ち込んで、総選挙で国民の信を問いつつ、自分に賛成してくれる、議員を立候補させて、その中で終身任命を法案として通させるっていうところですよね。どうしようかな。新規法案集約。これは集約後、ああ、なるほどね。今までの法案を集約するっていうだけか。
だったらやっぱりこの終身任命だな。ちょっとこれチャレンジしましょう。まあ、通るとも思えないけど。で、また谷垣が来てるな、谷垣が。デモ参加者の解放ですね。前回の我々の法執行官との衝突の間に逮捕されたデモ隊の大半が解放されたと。まあ、これはいいでしょう。そんなところで強権を発動する必要はない。谷垣さんがなんかちょいちょい鬱陶しいことになってきてるな。じゃあ、議会の様子をちょっと見ましょうか。なんかあちこちでデモらしきものが起きてるのはちょっと気になるけどね。お、政府の独裁的な方針に対するデモ行進が起きているぞ。なるほどなるほど。そして支持率が96%に下がっている。まあしょうがないよな。4月2日に結果が出るわけだな。首相の指名に対する終身制に変えるという法案に対して、4月の2日、これが運命の日になりますね。じゃあ、4月の2日までしっかりがっちりやっていきましょう。住宅の数をちょっと増やしましょう。これは何？10個ってこと？単位がちょっとわからないけど、まあ数的にはきっと10個っていう数の増え方ではないですね。お金のかかり方だけを見ると。まあ、とにかく道路を広げて、道路を広げて、道路を広げて、まあ、道路って言ってみれば人間でいうところの、まあ、血管というか、まあ、それと同じようなもんですからね。あとは地下鉄はもういいかな。空港。やっぱり高速道路だよね。高速道路。高速道路を500キロぐらい増やしましょう。鉄道はまあいいでしょう。海外での高速鉄道網の建設の許可。これはいいよね。そうだな。どの国に売り込んでいくかだけど、まあ、買ってくれそうなところで言うと、やっぱタイとかね。この辺りが話に乗ってきてくれるといいんだけどな。これで支持率が98%になってるね、今。なんとかしたいところだけどな。あとは輸出系だな、輸出系。外交でしっかりと経済の結びつきを強くしていきましょうか。タイに何を売り込むのがいいのかって話だけど、まあ、タイみたいな中心国だと、そうだな、コンピューターとかそういうのがいいんじゃないの？まあね、NEC さんとか富士通さんとかいますからね。その日本のメーカーでいうと、タイは高速鉄道の建設の連携の可能性を否定するか。否定するかね。と
ことは、まずタイとはしっかりと外交関係を強固にしていった方がいいということだな。なるほど。よくわかるね。で、コンピュータハードウェアも無理だったわけだ。となると、実際にタイの首脳と会談をしましょう、普通に。軍事独裁政権の移行が完了した後になるかどうかはちょっとわかんないですけどね。ちょっと外遊に出ますか？そしたら外遊ラオスとかにも行きましょう。格付け機関、あなたの経済は世界でも健全な方ではありますが、通信価値の維持に関しては油断禁物。おお、なるほど。会談要請でガンガン会談していきましょう。あとはフィリピンとかもね、行っちゃいましょうか。フィリピンとかも。まあ、こういう地道なトップ会談が実を結ぶでしょう、いずれ。フィリピン行って、あとはそうだな、ベトナムとかも歴訪しましょう。とりあえずはこんなもんでいいかな。シリア包囲網ね。Has at most a 63.8% chance of making a strategic gain in this position by focusing on this いや、target at ここでシリアに何かを派遣する必要はないだろう。軍事独裁政権が樹立してからだな、すべては。この四半期は赤字ね。まあ、海外にやっぱり活路を見出しつつ、内需をしっかり掘り起こしていくところですよね。貧困の悪循環が起きていると。ほう。そうなると、またまた分かりやすい話にはなるけど、空港とかを作っていく。ただ空港作るって言ってもな。全国でデモか。独裁的な方針に対するデモが。マジか。13万3000人か。13万3000人はめちゃくちゃな数だけど、それでも支持率100%ですからね。となると、この路線は間違っていないな。ひたすらこの路線を突き進みましょう。消費を増やす、購買力が低い状態ですということですね。まあ、消費を増やすために何をするかだな。これは金利の話ですね。まあ、確かにね、消費税を低くするとか、まあ、いくらかあるかなと思いますが、失業率が0.1%に下がりましたって半端ないね。
0.1% っていう数値自体は環境問題に取り組んだ覚えなどはないないけども良しとしましょう。同性婚に関してですね、まあ、ちょっと同性婚とか興味ないかな正直言って。使用指名に関する法律は、なるほど、否決されたね。否決されたということは軍事独裁政権の樹立が失敗したということだな。ちょっとこのあたりはもう少し精査が必要ですね。どういうふうにしたらスムーズに軍事独裁政権に移行できるかどうかはちょっと検討が必要かな。あとはこれは軍事顧問参謀長からですね、軍事作戦に関するコメントが来ています。奇襲部隊こそ優れた作戦だと。これは地政学における経験から私が導き出した答えの一つです。手頃なコスト、現在の世界的危機で重要なこと、国は訓練された奇襲部隊を投入することで気づかれずに世界中どこにでも介入することができると。なるほど。ただ今だとね、その作戦を発動する力がないんですよね。さてさてどうするかな。とにかく一度何かを成功させないと話にならないよね。貿易協定を結びたいんだけど、なんかどっか乗ってきてくれるようなところがあるかどうかだよ。なんかタイにばっかりこだわってますけどね。年間の売却だよね。売却でなんかあるかな。化学工業系が強いのは間違いないんで、この1トンっていう数値が国対国の関係を見たときに、化学工業製品1トンどうなんだろう。ちょっとでもねいい反応が返ってきてくれるとやりがいがあるんだけどな。あとはくどいようだけど、軍事独裁政権のために、どうしていくかだよね。まずはとにかく任期を6年と伸ばしましょう。まずはここからだな。任期を伸ばすところから、任期を伸ばして結果的に、独裁政権に近い形に持っていくというのが一番いいかな。これはまた環境の人ですね。特に環境に対して何か配慮した覚えはないんだけどね。さて、公正衛生に手をつけてはなりませんと。なるほど。まあ、ここから予算を削らないでくれという話ですね。内需としては道路系の運輸系、まあ、自動車をはじめとしたところに紐づくような道路建設とかそういったところに力を入れておいて、外国向けには日本の強みである自動車と化学工業製品、これらを売り込んでいきましょう。で、まずはタイがこれを受け入れてくれるかどうかを見極めていくところからかな。交渉相手から提案と。化学工業、平均販売価格、平均購入代金、まあいいでしょう、受諾しましょう。
だいぶ安くさっきはやったので、条件が合えばやってくれるということは、買ってくれるということは分かったので、もうここは駆け引きだということですね。つまりで、ニュージーランドで災害が起きていると、まあ援助隊を送りましょう。5億円も送ればいいだろう。Well done. You have just signed your first contract. A note from my department will allow a rep. そうだね。タイとの国家元首との会談ですが。販売契約だな、販売契約。で、何を販売するかだけど、まあここはいよいよ持って自動車に、手をつけましょう。まずは価格からか。ドルだよね。ちょっと見方を確実にしましょうか。まず日本の全国の消費が461万6200で、全国の生産能力が828万2300。ドルなんですよね、これは。で、タイはというと10分の1以下ですね、それぞれで。舞台あたりの販売価格が28,450、つまり284万。これはちょっと高すぎるよね、さすがに。なんでここをちょっと変えましょう。これではとても成立するとは思えないんで。100万を万単位で売った方が絶対いいと思うんだよね。これでどうだい？キャンセルか。自動車製造の量はタイにとって膨大すぎる。ちょっと待ってくださいね。何が今回いけなかったかっていうのをちょっと見ていかなきゃいけなくて、まず年数は5年でいいですよね。で、価格がさっきちょっと抑えめに設定したはずなんですけど、ここで見ると18,560ドルなので、18,500、まあ1ドル100円計算ですると185万で、量が1万。1万が大きすぎたのかな。ちょっとじゃあ次はラオスとの、いや、まだ販売契約できるね。ちょっと何回かトライするのがいいな、これは。で、妥協点を探るっていうのが一番現実的な路線な気がする。自動車生産はというと、どの辺にあったかちょっと覚えておきましょう、次のために。下の方だね。で、価格が28,450は高すぎると。28,450ってのは284万なんですよね、1個あたり。これは絶対高いんで、これを100万にまで下げましょうというところで、何をするかというと、これで100万だね、約。1万で100万なんで、約100万。で、これを、じゃあ台数を、10台とかにしてみますか？まずは。10台。で、年数は1年。これでどうだ？これでも膨大すぎる？どういうこと？たかだか10台でしょ？
なるほどね。ちょっと難しいな、ここは。とにかく売りたいんで、こっちとしては。ただ、赤字で売っても意味はないんで、そうすると、単価を下げるっていう作戦で言うと、これでどうだ。で、10台。10台とかってもう誤差の範囲だと思うんですよね、国家間に関しては。自動車製造の量は他にとって膨大すぎるってことは、何かがいけないんだな。販売契約か。自動車生産業がダメだとすると、何だったらいいんだろう。前回ね、結局その鉄道網の建設で失敗してるんで、そうだな。やっぱりでも日本でいうと化学工業製品か自動車なんだよね。バイオテクノロジーとかちょっと手出してみますか。バイオテクノロジーはまあ売れたのか、わからないな、ちょっと全然わかんないけど、何が正解か全くわからないな、これに関して言うと。で、今度はラオスですね、ラオス。年間の販売。そうだねー。ソフトウェア産業でも売り込んでみますか。やっぱりあそこだな。これバグ疑惑すらあるけど、一気にめちゃくちゃ価格が上がるんで、同じソフトウェア産業を見てみると、平均購入代金が1なんですよね。これを上げると一気に2034とかって意味不明な数字になるんで、この数字が多分適正じゃないんですよね。平均購入代金が1ドルって意味がわからないじゃないですか。ソフトウェア産業の平均購入代金が1ドルっていうのがちょっと意味がわからないんで、これが多分その着地点として正しいかどうかですよね。じゃあまずは110とかにしてみますか。で、年数を1年。ってことは今の110でも、膨大すぎると言われたので、ラオスにとっては。だったら、これを50ぐらいにしてみますか。で、年数は1年。で、50だと OK ってことだね。なるほど。だいたい分かってきたぞ。やっぱりあそこの価格が問題ですね。ちょっと待ってくれ。非雇用率ゼロに低下ってどういうことだよ。半端ないな。それは支持率100%にもなるわ。財政大臣ですね。マイナス0.61の年度成長以前に予測している、下降予測。なるほど。やっぱり産業をちょっと強化していかないといけないわけだな。マイナス成長になってしまってますからね。しかもマイナス0.61って結構なマイナス成長ですね。はい。そしたらなんかちょっと夢中になって、だいぶ時間を長くしてしまいましたので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。